人、物、金をテキサスへ、CCIM のルークです。2月16日、ロシアの反体制派指導者、アレクセイ・ナワリニ、彼は47歳、えー、ナインコードは天の六白ですけども、極北の狼と呼ばれるシベリア北部の強制収容所で亡くなりました。 ロシア最大の野党、未来のロシア指導者でした。彼は2008年にガスプロムやロステフチなど政府系の石油ガス会社の株を取得し、プーチン大統領の旧ユーラ企業家と政権の癒着であるとか汚職を調査しました。物言う株主として、 会社資料の請求権を利用し、SNS などを通じて不正を訴える人気ブロガーでした。彼は身長が190センチ近くあり、抗議集会ではいつも目立つ存在でした。他の野党指導者が殺害されたり、国外脱出を余儀なくされたりする中、 彼は国内にとどまり反政権運動の象徴的な存在でした2020年8月には気中で意識を失い一時昏睡状態に陥りましたそして療養先のドイツの政府が猛族の神経剤で襲撃されたと 発表しました。プーチン政権による暗殺が疑われたわけです。2021年1月には、逮捕を承知の上で、ロシアに帰国し、モスクワ郊外の空港で拘束されて、獄中の人となったわけです。政権の闇を明かし、ナワリヌイの活動は 映画されました。そして、去年2023年3月にアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を受賞しました。ロシアによるウクライナ軍事侵攻にも一貫して反対してきました。ナワリヌイは散歩の後に気分が悪くなり、直後に意識を失ったということです。 今年3月15日から17日には、ロシア大統領選挙が投票され、プーチンの当選が確実されています。プーチンは通算5千に向けて、無所属で出馬し、与党統一ロシアなどが支持しています。ナワリヌイの陣営は、 2023年12月、プーチン以外の候補者に投票するよう呼びかける運動を開始したと発表し,発表していました。中央選挙管理委員会は、今月、ウクライナ侵攻に反対するボリス・ラデジディン元下院議員の出馬を認めないと発表しました。現在の 大統領選挙の立候補者は、プーチンを含めて4名です。進行に明確に反対する候補者はおらず、政権はプーチンの圧勝を目指しています。ナワリンテが死亡した16日以降、ソ連時代の政治弾圧犠牲者の記念碑などに、 喧嘩して追悼する市民の動きが続いています。政権側は無許可の該当行動の疑いで、18日までに約400人が身柄を拘束されました。当局は17日に刑務所を訪れた母親と弁護士に、ナ年齢の遺体引き渡しを拒否しました。 死因は突然死症候群ということです。去年のアカデミー賞を受賞して、まあまあ、受賞した映画の最後の場面は、あなたが殺された場合のロシア人へのメッセージをと求められていました。名前のいは諦めるなと 訴えて、奴らが私を殺すことを決めたとすれば、それは私たちがとてつもない力を持つからだ。邪悪なもの,の勝利は善良な人々を黙らせることで成り立つ。だから沈黙してはいけない、と言っていました。以上。 テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします